しいってことかな。怖くないよ。こっちおいで。あ、怪しいものじゃないですよ。何してるの、レイヤ。柔道？レイヤ。よ、久しぶり。エリーゼ、アルビンも。ティポもいるよ。うん。猫と遊んでるの？じゃなくて、事情があってあの子を捕まえなきゃならないの。レイヤ、新聞記者になったんじゃなかったっけ？だから事情があるんだってば。を探す人物ってレイヤーだったのか。こんなオチとか、クラン社の情報は当てにならなくね。助かったよ。うちのスポンサー様の猫なの。この人はルドガー・ウィル・クルスニク。エルはエル、あとルル。よろしくね。私レイヤーロランド。レイヤーってジュードが電話してた幼なじみ？そう、ジュードの幼なじみ。彼女じゃない人。え？あなたの妹さん？違う！了解。レイヤは猫を捕まえる人？違う！新聞記者。真実を追求する誇りある仕事なんだから。ねえ、何か列車テロの新情報入ってない？あの事件は謎だらけだよね。クランスピア社のエリートユリウス・ウィル・クルスニクが指名手配されて。ユリウス・クルスニク？また面倒に巻き込まれてる？かなり大事件っぽいです。でもルドガーは。分かってる、ジュードの友達だもんね。行こう。行くって？ドボール、腕利きの情報屋を知ってるの。私の顔でつなぎつけてあげる。レイヤ、頼もしい。あれ、さっきの猫さんは？しまった、逃げられた。せっかく捕まえたのに。あの黒いメガネの人見た時ある。今だけのピアサ製のイーキボルグは半分。
今だけのお買い得品だ。ふむふむ、束縛される生活に嫌気がさし、自由を求めて旅に出たと。気持ちはわかるが、浮世の風は冷たいぞ。イバル？なんとか三世と喋ってる。ほら、その子を捕まえて。ね？ああ。ね、見たか、ルドガー。猫もまっしぐらに逃げ出す新装備だ。ありがたく受け取るがいい。使い方は分かっているんだろうな。渡したハンマーを構えるがいい。ハンマーのコツを教えてやる。それはフルパワーだ。アッパーブレイク。アッパーブレイク。アップね。アッパーブレイク。本気すぎだろ。お前オートランです。なんもこれし、サイカトリス。オートランです。サイカトリス選手。よし、それでいい。ルドガー意外に力持ち。お餅食べたいな。なんか成長した。基本は分かったようだが、一つ言っておく。街中で遠慮なく振り回すな。まったく、人の迷惑を考えろ。ニバル、エレンピオスで働いてるんだね。猫、どうするの？俺が捕まえといてやるよ。ここで商談の約束もあるし。アルビン得意そうですもんね。どんなイメージだよ。あ、ティポを餌にすればすぐ捕まるかもな。はいやー、どうしてそういうこと言うんですか？じゃあ二人でお願い。いいですけど、ティポを餌にはしないですの。行こう、ドボールに。情報屋と連絡ついたよ。ドボール駅で待ってるって。特報、列車テロ事件に隠された驚天動地の謎が今
明らかになる。突撃記者ロランドが暴く大衝撃の真実を刮目して待て。レイヤ、何書いてるの？記事の下書きをちょっとね。記事？記者っぽい。ぽいは余計いい。でも今のは記事じゃなくて煽りだよね。初めから結論で公平じゃないし。素人がプロの仕事に口出さないでください。プロはいいけど、締め切りとか守れてるの？学校の宿題みたいに僕のを写してごまかすわけにはいかないんだから。もううるさい、報道の自由の邪魔。報道の自由は関係ないでしょ、社会人としての責任の話で。ねえルドガー、ジュードとレイヤって。母親、ママ、エル、ママのこと覚えてないからわかんないし。エル、誰のママもみんな同じだよ。うるさくて優しくて子供のことを一番心配してくれる人、それがママ。知ってるよ、エルのママも絶対そうだし。助かったよレイヤ。どういたしまして。けど女の子相手にはもっと気配りしないとね。あれ、編集長から？まず締め切り1個忘れてた。僕がお母さんっぽくなっちゃう気持ちわかるでしょ。情報屋ってこの人？うん、情報屋のジョ。はじめまして、ジョーです。じゃあ早速だけど、列車事故のネタね。あるにはあるけど。情報は現金か情報と交換だったね。ルドが、列車の中でそんなことが。本当だよ、エルも見たし。分かった、いくつかネタあげる。最近ブラートがアルクノアにあるものを流してるらしい。ブラート？この町の民間自治組織だっけ。表向きはそう、裏向きは？それを言ったら消されちゃう。流してるって武器？ううん、精霊の化石とブースター。オリジンの素材。そう、ジーンに代わる次世代システムと言われているオリジンの。レイヤ、この人。そう、ジュード・マティス、オリジンの研究者だよ。ドアが閉まります、ご注意ください。じゃあお近づきの印にもう一つサービス。ジュード、有名人。ドボールの裏路地に魔人が出るって噂があるの。見た目は普通の人間でも化け物じみた力を隠していて、夜な夜な人を狩るんだって。メガネのおじさんっぽい。ブラートの用心棒が何人もやられているとか。都市伝説だと思ってたけど、列車で起こったことと関係あるのかもね。エル、列車のことを思い出しちゃった？あれは怖かったもんね。違う、思い出したのはルドガーの家に貼ってあった絵。なんかゾゾゾーってなる絵だった。ああ、あれは手配書だよ。きっと忍び込んだイバルが貼ったんだ。手配書？あれってルドガーとメガネのおじさんのなんかだよね。なんかというか、そのものというか。ルドガーも見ちゃった？
知らない方がいいよ。僕も経験あるけど、地味に傷つくから。エルもそう思う。あれ見るとなんか呪われそうだったし。な、you